中年オタッキーです。年末の繁忙期でね、さすがにね、もう今週はもうバタバタで、まあメインの最後の週になりますね。今週を乗り切るとね、なんとかなる、感じになるんですけどね。まあそんな中でもね、動画を作る時間を、無理やり作った感じですけど、動画を作っていこうと思います。今日はね、以前も、案内しましたね。こいつのね、紹介ですね。ペンタックスのね、これね、SFX-N っていうカメラになりますね。先日、カメラジャンクまとめて5台セット、についてきたカメラですが、レンズはもう使い物にならなかったので、随分前にね、ジャンクで購入した、3570、ペンタックスのね、SMC ペンタックス F ズーム、3570 F3.5 4.5 っていうのを、つけて撮影してきました。それではね、動画の中でいろいろと紹介していこうと思います。はい、このねカメラ、ペンタックスの SFX-N なんですけどもね、発売がね1988年の11月ということですね。価格はねボディのみで78,000円、ズームレンズの35105がついたのが114,500円ということですね。ペンタックスの KAF マウント、電子制御縦走りフォーカルプレーンシャッター、30秒から4000分の1、X 接点、フラッシュシンクロスピードは125分の1、TTL 中央充填全面速攻になってますね。で重量がねボディのみで 685g で、電池別まあまあ重たいカメラになってますね。でデート機能付きということなんですけども、デート機能はちょっと試してません。もしかしたら2020年問題を突破してないかもしれませんけど、電池を入れてテストするのを忘れていまして、電池切れになってるんでね、ちょっと今確認することができません。でね、SFX っていうのもあるんですね。これがねちょっと前に出たカメラで、SFX は、1987年3月発売で、ボディの価格が9万円ということでちょっと高かったんだな。でレンズはねこのレンズ、3570がついて、ボディと合わせて125,000円、他はほとんど変わってないんだけど、シャッタースピードがちょっとだけ遅かったんですね。その最速で2000分の1で、フラッシュシンクロスピードが100分の1ということですね。でともにね電池はね、高いやつ使ってます。2CR5 っていうね電池を搭載してます。電池はねこの横のグリップのとこをこのコインとかでね回して開けるわけですが、よいしょ、こんな感じでね、この蓋の方に電池がついてきますね。で外しやすいようにねリボンがついてます。リボンを引っ張るとこのようにね外れますね。この電池ですね、 2CR5 ちょっと高いやつね、1000円以上するやつですね。ほんでつけるときはねこの接点に合わせて、この電極を合わせて、そのリボンをかぶせるようにすると。で、よっこらせ。ちょっとね、これストラップがね、引っかかりやすいんですよね。よいしょ。で、コインでね、ネジを締めて装着完了ということですね。電池が高いのはね、ちょっとネックになりますね。もうこの時代のはね、もう EOS もそうですし、リチウム電池がね流行ってた。まあリチウム電池一回ねつける入れ替えるとなかなかバッテリー切れしないんで、まあその高いけど長持ちするっちゃ長持ちするんですけど、やっぱちょっと高いのはねちょっと微妙なんですよね。今はその炭酸電池がね、充電式の炭酸電池が出てきました。 Nループとか出てきましたんで、現代にはちょっと
このリチウム電池のやつはね、使いにくいというか、コスト高になってしまうんですけど、カメラよりもね、電池の方が高いというレベルになってしまうんで、でね、一通りの機能は揃えてます。マニュアル速攻でしょ、シャッター速度優先、絞り優先、で、プログラム AE、プログラムはね、シーンセレクトというか、マルチモードプログラム AE って言って、プログラムのね、種類が選べます。これのモードをね、モードボタンをグイッと押したまま、これをね、入れ替えていくとね、ここにね、絵がどんどん変わっていきますけど、スポーツモードとかね、ポートレートモード、ノーマルモード、というのが選べますね。で、絞り優先 AE にするときは、このマニュアルの絞りリングを外してからオートのとこに合わせますね。うん、そうすると絞り優先 AE になります。で、シャッター速度優先 AE にするときは、この絞りリングを A のマークに合わせて、この A のとこに合わせると、シャッタースピード優先 AE になりますね。シャッタースピードはここの、スイッチで上下させることになりますね。うん、まあ、比較的その使い勝手はいいと思います。で、フラッシュはね、ここの横のボタンを押すとね、チャージも自動的に始まるという形ですね。まあ、後世のやつ、新しい機種になってくると、光が足りないと自動でね、ポップアップするようなカメラもありますが、これは手動ポップアップのみです。で、特徴的なのがね、もうここにあるね、液晶パネルですね。ちょうど α5000 がありますけど、よいしょ。まあ、α5000、ミノルタの α5000、α7000 とか言うと爆発的に売れたシリーズですけど、それはね、ここちょっとちっちゃいですけどね、現代にも通じるところに液晶パネルがありますが、こいつはね、ペンタブの真上にね、液晶パネルがあるんです。ちょっと変わってます。で、SFX はバックライトなしなんですけど、SFXN はね、バックライト付きです。これバックライトをどうやってつけるんだったかな。わかんねえ。わかんねえですわ。これか。ここのボタンでね、今バックライトがついておりますが、これは便利ですね。あった方がいいと思います。で、今回そのつけたレンズなんですけども、ずいぶん前にね、カメラショーがジャンクで出してたやつ、これ500円だったかな。で、同梱だったんでね、同梱可能だったんで、たくさんのものと一緒に落札したんですけど、まあ、ひどい状態だったんですけどね、そのレンズが全部なんかね、油みたいな感じで、その粘ったもので覆われてて、中身がね。で、一応全分解してね、清掃したんですけど、このぐらいの時期のレンズになるとね、もう個人で分解すると片ぼけが発生する可能性が出てきます。例えばね、ニコンの F とか、キャノンのね、QFD とかね。まあ、この辺のレンズはね、手で組み立ててる時代ですね。まあ、職人さんっていうか、工員さんが手で組み立ててる時代のやつは、そのレンズがテーパー状になっててね、もうはめてね、締めたら、センターが出るような構造になってるんですけど、もうこのぐらいの時代になるとね、もうロボットが作る時代になるんで、今回もね、ちょっとじっくり見てないんですけど、片ぼけが発生してるかもしれないですね。まあ、そんなわけでね、一応はクリアなんですね。一応はクリアになりました。このレンズね、ものすごい状態だったんですけどね、こうやって見る限りは完全にバリ品ですが、果たしてどんな写りになって、まあ、なってきましたか。今回試写に使用したフィルムはね、コダックのトライ X になりますね。増減感はしておりません。そのまま、データ通りに現像したものになります。それではここからは、作例紹介になってまいりますね。作例紹介なんですけどもね、まあこのレンズなんですけども、どちらかというと、広角側が若干解像度が低くて、テレ側が
強いような気がしますが、まあ総じて合格点と言えるレベルだと思いますね。これね、今回ほとんどっていうか全部プログラムオートで撮影してきたんですけどね、雰囲気のいい写真になってると、全体的にね、いい感じになってると思います。これ中央部重点速攻ということで、この時代にしてはちょっと時代遅れかなっていう感じにはなるんですけども、まあ撮った感じ露出はいい感じに撮れてます。これなんかちょっとアンダーなんですけど、逆に雰囲気が出てますね。まあ逆光はこんな感じで、評価速攻に比べるとやっぱり被写体は潰れてしまいますが、まあこれはあえてそのまんま、潰そうと思って撮ったやつなんでいいんですけど、このように手前にドーンと面積が大きくなれば、平均速攻なんでね、露出はそっちに合っていきますけども、このような感じの被写体はもう潰れてしまいますね。でまあこのレンズの解像度、まあそうなんですけど、まあフィルムの力もあるんですけども、比較的いい感じに映ってると思います。500円のジャンクにしては良かったんじゃないかな。でフォーカスなんですけどもね、中央一点でフォーカシングするんですけど、フォーカススピードははっきり言って速いですね。でこれ最後はちょっと2枚、1枚目がノンフラッシュで2枚目がフラッシュオンになりました。フラッシュオンの方はもうね、ランプがねほとんど映ってない感じで、まあこのような場面ではそのフラッシュなしの方がいい感じで撮れるとは思うんですけども、フラッシュのねその調光のね精度を見るためにちょっと撮ってみました。自動的、まあ、完全にプログラムオートでもうフラッシュをポップアップすれば普通に撮れる感じになるみたいですね。まあそこそこね能力的には秀逸です。ファインダー情報がねちょっと寂しいんですけどね、右上にモードの表示、P だら P ね、でシャッタースピードの表示で、真ん中にはピントがね前ピンか後ピンか合唱してるかっていうね、それだけになりますね。で、まあ、ファインダーの大きさは、まあ、普通といえば普通です。オートフォーカス時代のカメラにしては、まあ、大きい方なんだと思います。ちょっと、ファインダーのね、倍率はどのぐらいかわかんないんですけども、まあ、比較的大きい方だと思いますね。で、このカメラの最大の特徴は、やっぱり K マウントですね。はい、今、レンズは外しましたけど、KAF マウントということでね、これよく見りゃわかるんですけど、電極がねこのようにここに埋まり込んでるんですけども、レンズ側にもねこのようにあるんですけどね。で K マウントって言ったらね、もうかなり歴史が古いじゃないですか。ペンタックスは一番最初の一眼レフは M42 のスクリューマウントだったんですけどもね、途中からね、K マウントに変更して、現在のデジタルでも KF マウントになるのかな。でこれはね、よいしょ、はい、これはね、和製ズミクロンって言われてるね、リケノンね、XR リケノン 50mmF2、富岡光学が製造のレンズですけども、このようなね、マニュアルフォーカスのレンズを装着したときはね、下のね、合照マークがね、フォーカス精度になるんですよ。ちゃんと合照もなります。合照もなりますね。ただね、そのマニュアルか絞り優先 AE のみになりますけどね、シャッター優先 AE ができません。これはね、もう絞り輪に A のマークがないんでね、絞り輪にA のマークがついてるレンズはおそらく、マニュアルフォーカスのレンズでも、プログラムオートとかシャッター優先 AE ができると思うんですけども、この A のマークがついてないやつはもう絞り優先とマニュアルしか、選択できなくなってきますね。このカメラね、キャノン、ニコン、まあ、ニコンは、一応その、F マウントのマニュアルが使えますけど、キャノンは EF マウントのやつはもう FD マウント使えないんで、そういう意味ではね、その K マウントのレンズが使えるし、K マウントのレンズって結構ね、いいレンズが多いんで、それを使うベースにするには非常にいいカメラだと思います。シャッター速度は4000分の1秒までありますし、ちゃんとマニュアルも使えますしね。ただ、電池が高いのだけがネックですね。まあ、その精度も高い、ね、近代のカメラで、古い K マウントのレンズを使うっていう、使い方ではね、非常に美味しいんだと思います。一応ね、DX コード対応の、感じです。これね、縦走りのね、メカニカルシャッターになりますね。4000分の1秒まで使えるのは大きいですね。はい、まあ、今日のね、カメラ紹介はこんな感じになるんですけども、このカメラでね、
このね XR リキャノンとか使ってもしかしたらねリバーサルフィルムのね撮影とかやるかもしれないですね。今までねそのペンタックスの K マウントでね、精度が出てるカメラを持ってなかったんですね。でこれはちょっとまだ測ってないんでわかんないですけど電子カメラなんでおそらくねある程度の精度は出てると思うんで使えそうっていうんであればこの次の春の桜あたりでねベルビア100でもねぶち込んでね写真を撮ってみようかなと思います。はい、今日はねペンタックス SFX-N の紹介でした。長いことねペンタックスのカメラ出てなかったんですけどねペンタックスファンの皆さんごめんなさい。今ね実はね連続でねペンタックス企画をやってますんでねペンタックスのカメラがねぼちぼち出てくると思います。はい、今日のねカメラ紹介の、コーナーはここまで。ここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、結構ね今作品投稿のコーナーたくさん入ってきました。喜んでおりますが最初はねトップバッターズボラ様から2枚ですね。久々の作品投稿です。最近あまりフィルムで撮ってなくおまけに良い写真が撮れず悶々としておりましたということですね。1枚目のタイトルが暖かい方とそうでない方、2枚目がね空の標識ということですね。これどちらもカメラはペンタックス、ごめんなさい、オリンパスペン EE3、フィルムがね、富士記録用の100になっておりますね。これなんですけどもね、非常にシャープに撮れておりますね、これ。もうとてもハーフカメラとは思えないです。光がたっぷり浴びる場面ではね、このようにね、ペンもね、秀逸な写真が撮れるんです。絞りがね、絞り込まれるんでね。で、2枚目の方はね、距離が 1.5 メーターはないということなんですけども、非常にね、シャープな写真になっています。通常ね、ペンはね、1.5 メーターより手前はね、ピンボケするってことなんですけども、絞りがね、十分絞り込まれている環境ではね、1メーターぐらいまで接近してもね、ピントが合うことを僕も確認しておりますね。はい、ズボラさんね、ありがとうございます。次がね、ポンポコさんからですね、1枚、これがね、作品投稿いたします。タイトル、額縁の中の夏。カメラがね、パナソニック FZ50、ということですね。ゴード駅内の写真です。国鉄足尾線時代は、兵庫県の神戸と混同されないように、紙土表記でした。紙土でゴードっていうふうに表記されていたみたいですね。で、この写真なんですけどもね、この写真ものすごく好きですね。この映り込んでるおじさんが素晴らしく面白い。これ、スマホの画面で見たらね、一瞬窓の外の景色かと思ったら、これポスターかなんかなんですね。で、古い時代の、電車っていうか、機動車かな、これね。機動車の色塗り替えてあるやつかなが映っております。なかなかねいい写真が飾られてる前でねおじさんがね新聞を読んでるっていうね。で神戸阪神ってね右上に書いてありますけどこれこの合同阪神なんだろうけど神戸と混同しますねわかりにくいけど。なかなかね、いい写真だと思いますね。ポンポコさん、ありがとうございます。で、次がね、サムライジャパンさんから、今回は、1枚ですね。休憩所の日暮れっていうことですね。ペンタックス K01、ペンタックス DA1855 ズーム仕様ということですけど、これなかなかいい写真になっておりますね。これ、遊具ですかね。なんかぶら下がる遊具かなんかのね、柱っていうか、バーを、太陽に被せて巡光調整しておるんですけど、まあ、アンダーにはなってるんですけどね、こういう写真が非常に好きですね。なかなかね、いい雰囲気になっております。休憩所の日暮れということで、いい写真になってますね。侍ジャパンさん、ありがとうございます。次がね、これ、初投稿かな。たくみーさんですね。
おたきさんこんにちは、今年の6月からフィルムカメラを始めた大学生です。いつも YouTube 楽しく見てます。最近買ったペンタックス SP が露出系が調子悪いので勘で撮ったらいいのが撮れました。なので作品投稿させていただきます。フィルムはね、富士フィルムの C200、 タイトルが、日々ということですね。レンズはちょっとわかんないですけど、ペンタックス SP で撮られたんだと思いますけど、まあおそらくはこの辺でしょうね。これね、これはスーパータクマのね、55mm の F1.8 ですけど、まあこの辺がついてるんじゃないかな、おそらくね。で、作品なんですけどね、これがまた素晴らしい作品になってます。ね、ちょっとね、ゴーストも出てるんですけどね、それがいい感じ。何よりもね、新しいというかね、僕の感覚ではこの写真撮らないぞっていうね。で、シャツがね、その透けてね、そのちゃんとその生地の、質感とかも出てる、なかなかいい作品になってます。これデジタルでは多分撮れないと思いますね。ラチチュードがね、広いフィルムだからこそこの写真だったんだと思いますね。はい、たくみーさんありがとうございます。次が有坂さんか。有坂さんからね、3枚かな、これ。組写真ですね。タイトルがね、隠れ家のドーナツ屋さんということですね。今回バンド仲間と、撮影した際の写真を投稿させていただきます。カメラは富士フィルム XA3。レンズはヘリオス、44mmF、ヘリオス 44M、58mmF2 ですか。ヘリオス特有のぐるぐるボケは出ていません。修行が必要ですね。ということです。3枚なんですけども。ボケはこれね、ちょっと2000ボケみたいな感じにはなってますけど、そこまで悪くはないですね。ただ、ぐるぐるボケはやはり発生していませんね。なぜ出なかったのかちょっとよくわからないんですけども。ちょっと後ろがシンプル、まあ、シンプルでもぐるぐるボケは出るような、なんで出なかったんだろう、ちょっと不思議ですね。ヘリオスって言ったらね、そのぐるぐるボケで有名なレンズにあれありますけど、で雰囲気はねすごく出ています。切り口が新鮮ですね。あのね、まあタクミーさんか、タクミーさんの写真もそうですけど、やはりね若い人の感性が光ります。僕らのね、その常識と違うもので攻めてきますね。若い視聴者が増えるってことは非常にいいと思いますね。で今回ね非常に悩みました。タイトル画面ね、初投稿ということもあり、フィルム写真ということもあり、素晴らしい作品ということもあって、タクミーさんのね、この作品、タイトル何だったっけ。メガネ外したからわかんねえ。タイトルがね、日々っていうことですね。この作品をね、次回からタイトル画面にさせていただきます。はい、投稿ありがとうございます。ちょっとね、7、8人待機者が出ておりますが、動画ね、急いで作ろうにもね、ちょっと時間がないんで、しばらくお待ちいただくことになります。はい、この先はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はケンちゃんさんの俺のカメラですね。俺のカメラに投稿します。オリンパス OM40、外側の張り替えだけで綺麗になりました。中はすごく綺麗で露出も感動です。今日試写してきましたということですね。これなかなか状態が良さそうな OM40 ですね。僕もねこれちょっと狙ってるんですけど、なかなか手に入れられませんが、電子カメラということもありね、状態がいいものが望まれるんですけどもね、これちょっと使ってみたいんですけどもね、羨ましいところですね。レンズはこれ、F 随行オート S の 50mmF1.8 がついて、これもね、なかなかね、名玉ということでね、いいレンズだと思いますね。はい、ケンちゃんさん、ありがとうございます。で、今日はね、やったーやっちまったコーナー。今日のね、やったーやっちまったコーナーはすごいですよ。それでは、やったーやっちまったコーナーになります。はい、やったーやっちまったコーナーね。時はのりさんからね、やったーのコーナーへ投稿しますということですね。
津山市の骨董屋さんでコンタックスゾナー F2、8、90mm90mmF2 か、をなんと1000円で入手しました。さすがカールツアイス、曇りカビも認められません。ただ取り付けるカメラは持ち合わせていないのでテストできません、とほほということなんですけど、いやこれで、ね、ツアイスのね F2.8 か 90mmF2.8、ゾナー 90mmF2.8 ですね。これね僕詳しくないんだけど、なんだっけ、コンパクト系のこれレンズですね。コンタックス T1 とか T2 とか名前なんだったっけ、その系統のレンズじゃないかな。これカメラが高いですね。レンズが1000円か。カールツアイスのレンズが1000円、これマウントアダプターでミラーレスカメラに使わないのかな、つくんじゃないかな、どうなんだろう。やってみてはいかがでしょうか。ちょっとねマウントの名前がねちょっとわかんないんで、マウントの名前知ってる方、マウントアダプターがねあるかないか知ってる方、あと安くそのこのレンズがつくカメラを知ってる方、コメント欄にねコメントいただけたらと思います。1000円でツアイスのレンズちょっとありえないですよね。まあ転売するという手もありますが、それは転売屋を嫌ってる僕はちょっとうーんって感じなんですけどね。はい、今日の動画はねこんな感じになっていきます。ねもう繁忙期でねバタバタしてるんでねろくな動画はちょっと作れないんですけども、まだねネタはたくさんあるんでね、続々と動画は作りたいんですけどもね、時間さえあればね。ほんで、まあ、時間に余裕がある瞬間を見つけてはゲリラライブしていこうと思いますので、チャンネル登録をね、してる方もね、通知をオンにしてない方とか、通知をオンにしていただければね、多分ね、ライブが始まったら、通知が行くと思うんでね、通知オンにしたことがないんで、僕もよくわかんないんですけど、そんな感じでね、高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。コメントの方ね、全然追いついてないんですけど、頑張ってね、返していってますんでね、そのうちコメントの返信返ってまいりますので、何か感じたことがあればね、コメントの方お願いします。高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、高評価はね、ポチッと今すぐにでも押してもらえればと思います。チャンネル登録はね、通知オンで、登録ください。はい、今日の動画はこんな感じ。次回はねどっちになるかな。キャノン F1 かニコン F2 か、どっちが来るかは分かりませんが、そちらの動画になっていくと思います。はい、それでは最後まで見ていただきありがとうございました。年末年始忙しいんでね、風邪などお召しにならないよう、事故等にも皆さんお気をつけてね、新年をね無事な形で迎えれるように皆さん頑張っていきましょう。それではまたごきげんよう、さようなら。